なんか僕のイメージ、経営者ってこう、人を雇って、会社として仕事をするみたいな、イメージなんですけど、で、まあ、特に言うフリーランスとか、自営業者って言われるような人らは、まあ、要は、まあ、一人であるっていうふうなイメージです。で、会社員、要は、その、経営者に雇われて仕事をするみたいな、まあ、もちろんその、アルバイトやったり、パートやったりとかっていうふうな、またその細かい枝分かれはあると思うんですけど、まあ、大きく分けるとこの3つになるのかなっていうところで、どっちに向いてる向いてないみたいなところの話があるんかなっていう